それでは最後丸ごとしまして、いつも通り主要語詞の写説を紹介して締めくくっていきたいんですが、えー、今ですね、7時、12月8日7時時点でまだ産経新聞がですね、いつもの URL のところに写説を、えー、載っけてくれていないので、えー、今日は4紙、えー、こちらのね、朝日、毎日、読売、日経の4紙8本の写説について紹介して締めくくっていきたいと思います。 本日ですね、すべての新聞紙で五輪と政治、大国の争いと決別を朝日新聞ですけれども、えー、アメリカが外交的ボイコットをした、えー、するということを正式発表したことを受けて、本日我々新聞解説ながら劇の方でも、丸一で取り扱った話題について各紙取り扱っております。えー、五輪と政治、大国の争いと決別を朝日新聞。ただ、この措置が 実際に問題解決につながる見通しはない。米国は他国に同調を求めないというが、特に対米関係を重んじる同盟友好国に踏み絵を迫るのは確かな。えー、毎日新聞、米国の北京五輪対応、亀裂深めない知恵が必要。対立がエスカ,エスカレートすれば、影響を受けるのは選手たちだ。亀裂を深めないよう各国が知恵を絞らなければならない。えー、読売新聞、五輪ボイコット。 不審の払拭は中国の責任だ。岸田首相は北京五輪への対応について日本が独自に判断するとの考えを示した。五輪の成功には協力すべきだが、平和の祭典が中国の宣伝の場と化し、人権侵害がうやむやにされるようなことがあってはならない。えー、やっぱりね、このオリンピックで、えー、宣伝、プロパガンダ。 という側面でいくと、やっぱり1936年のベルリンオリンピックですね。えー、こちら初めて、えー、ビデオとかあ、こういったものを使ったりとか、えー、日本でも報道合戦、えー、日本の裏側、遠くにあるーヨーロッパからですね、いち早くオリンピックの結果を知りたいということで、えー、各新聞紙がですね、えー、メディアが報道合戦をしたと。えー、でそこでは、あのー、当時、えー、気球、気球じゃない、あのー、なんだ。 何、えー、て言うんでしたっけあの、まあ、あの、気球みたいな感じで、あのー、こう、飛行船、飛行船だ。えー、飛行船を使っての中継ルートとかですね。まあ、いろんなありとあらゆるルートを使って、早く情報を取りたいというようなことをやったりとか、あドイツ、ナチスドイツがですね、ここを宣伝の場として、自国のこう PR とか、あ自国民の、えー、国威発揚に使うと。 いうようなね、こういった側面があったという、まあ、負の歴史がオリンピックにはあるわけですけれども、えそういった点をね、え踏まえて、えー、オリンピック、平和の祭典がね、中国の祭宣伝の場と化し、人権侵害がうやむやにされるようなことがあってはならないと、読売新聞ですね。えー、日経新聞、中国は人権への懸念を深刻に受け止めよう。えー、これね、外交的ボイコットの話だけじゃなく、中国の人権問題、 ビジネスの世界でも人権問題の重みが増す中、日本が人権重視の姿勢を内外に発信することは国益にかなう。完全な外交ボイコットではなくとも、派遣規模へ、えー、派遣規模やレベルを調整するなど何らかの方策を取るべきではないかということで、まあ基本的にですね、僕が丸一で主張した話というのは、えー、この読売、えー、日、 毎日、朝日、これ全部ね、ぐしゃっと丸めて、まとめて、ドンっていう感じですね、あの僕個人として、もう一回繰り返しになりますけれども、あの外交的ボイコットをせざるを得ないとは思っています、でそれはあの朝日新聞が言うように、踏み絵を迫るような部分もありますし、これは別に対米関係っていうだけじゃなく、日本が人権を重んじる国だというような踏み絵。 これをね、しっかりと踏んでいく必要があると、えー、いうこと。をここが、まず、第一のポイントだなと思っています。ただ、その一方で、えー、毎日新聞が言うように、えー、これね、えー、頑張って、えー、あごめんなさい。えー 朝日,朝日新聞の中あ、毎日新聞とかでも雰囲気出してますけれども、え実際に問題解決につながるかと言ったら別にそれで中国がね、えー、じゃあ分かりましたとすいませんでした、人権問題すべて認めますと、えー、つまびらかにして、えー、我々、えー、悪うござんしたと、もうこういうことないようにやります、えー、やめますと、そういう人権侵害と疑われるようなこととか、あるいは人権侵害、えー、もうしません。 というふうに、す、え、べ、ー、てね、えー、白旗を振ってくるかといったら、絶対にそんなことはないわけなんですよね、えー。ウイグルの問題だけじゃなく、チベットの問題、香港の問題、台湾海峡の問題、えー、いろんな問題がある中、中国に対して、えー、亀裂が、ね、ただ深まっていく、えー。毎日新聞が言うようにですね、対立がエスカレートすれば、あ亀裂が深まっていくっていうだけ、えー。そこの部分をきちんと溝を埋めていく数と、これも、ね、合わせて考えなきゃいけないよね。と そして影響を受けてしまうのはね、あの、アスリートたちになってしまうということで、しっかりとそのあたりをやっていかなきゃいけない。そしてね、読売新聞が言うように、北京五輪への対応については、やっぱまあ岸田首相が日本が独自に判断するという考えを示したことを含め、五輪の成功に協力をすべきだけど、うやむやにしちゃダメよと人権問題についてはと。 そして最後、日経新聞が言うようにね、派遣規模とかレベル、調整の仕方、いくらでもやりようあると思うし、そこ、繊細な部分もあるけれども、しっかりと対応していってくれよというところがね、改めて外交的ボイコットを目の当たりにした、我々日本が通るべき道というものをしっかりと考えていく必要があるなと思います。 えそして対立のエスカレートという側面でいけばですね、えー、ちょうど今から80年前、えー、1941年の12月8日、日本時間の12月8日、アメリカ、えー、のね、えー、ハワイ時間では、12月7日の朝、えー、日米開戦ということになりました。えー、その開、ね、戦を踏まえて、朝日新聞と毎日新聞が社説を展開しておりますが、日米開戦80年。 貞子の鶴が架ける橋、朝日新聞ということで、この貞子というの、貞子の鶴というのはですね、あの、えー、佐々木貞子さん、広島で被爆をして、10年後、白血病を発症して12歳の若さで亡くなった貞子さん、回復を祈り、薬の包み紙などで千バズルを折り続けた話、広く世界で知られるということなんですが、この貞子の鶴、こういったね、ものが、 ああ、いろんなそのパールハーバーと広島、あこちらをね、かけ、橋になっているというようなところも含まれた社説の展開となっておりますが、当時を知る人が少なくなった今こそ、歴史を検証し、教訓を引き出す営みは一層重要になっている。合わせて国を越えて平和の尊さを時代に語り継ぎ、友好を確かなものにすることも、現代を生きる者の,の大切な務めだと。 いうことで、えー、僕個人ね、太平洋戦争をなんで、えー、戦争やっちゃったのと、えー、勝つ見込みもないのになんでやっちゃったのということを、こればっかりがね、えー、よく言われてしまうので、一つ、えー、補足しておくとですね、勝つ見込みのなかった戦争にね、日本勝ってるんですよ。日露戦争をね。えー、1904年の日露戦争、僕らは歴史の教科書で日本勝った勝ったと言って、えー、あの日本海海戦とかでも勝った。両順、えー、大連。 えー、両党半島も日本取った。あ、満州の平野でも、ロシアに勝った。えー、あんな大国ロシアに日本、圧倒的な国力差があったのにも、勝ってしまったと勝ったぞということ。えー、のね、これね、忘れちゃいけないところなんですよね。ただ、えー、日露戦争と、日、英米、えー、こちらのね、太平洋戦争の違いなんだったかっていうと、戦争を、はいはいはい、待った待った、もうそこでやめようねっていう行事役がいなかった。 日露戦争ではそれが、えー、イギリスが外債とかの発行とか、ああね、日英同盟も組んでくれたし、えそしてアメリカが仲介役として名乗り出てくれていた。え、こういった環境にあった中、太平洋戦争の方ではですね、えー、それがなかった。 日本はね、当時、ソ連なんかと仲介役にしながら、アメリカとかイギリスとかとのね、仲介役やってくれませんかっていうことをやってたわけですが、まあ、ソ連からしたらですね、日露戦争でも負けてるし、ソ連作ったばっかの時には、シベリア出兵で日本、痛い目にも合わせてくれやがったこの野郎と。そういったこともあり、まあ、我々としては到底許せることではないですが、終戦間際にですね、泥棒猫のように、こう、 満州と北方領土。こちらの方に攻め込んできて、えー、多数の死者が出てしまったということ。えー、これは我々としてね。 あの、ソ連のやったこと、ロシアのやったこと、決して許せることではないんですが、やっぱり歴史の流れというものを、をこういったものは、直近だけじゃなく、その直近の直近、さらにその向こう、やっぱり全部繋がってるっていうことをね、忘れちゃいけない。太平洋戦争の分析をするのであれば、きちんと日露戦争の分析もしなきゃいけない。あの時に国民がどういうふうな思いをしたのか。えー、そこででも最終的には勝ったっていうことをどう影響したのか。戦,戦争判断に。 えー、やっぱりね、そのあたりしっかりと踏まえて考えていかなきゃいけないということかなと思います。えー、石原幹事がね、あのー、極東軍事裁判の中でペリーを連れてこいって言った話とかね、これはもうウィットに飛んでるなと本当に思いますね。えー、誰が太平洋戦争、戦争責任者がだって言ったらあ、せっかくね、鎖国して静かにしていた日本を起こしたペリーのせいやろペリーを連れてこい っていうのは、非常にね、まあ、あの、その通りの部分も非常にあるなと思いますしで、歴史の流れを踏まえていく上では、あの、直近の話だけじゃなくて、その先奥、これをね、きちんと深めて見ていく必要があるということだと思います。えー、日米開戦80年、自己過信の危うさ教訓に毎日新聞です。重要なのは、紛争を未然に回避する理性的な外交だ。 協調を重視し平和的解決を目指すその旗振り役を日本が担うべきだということで、えー、米中対立が深まっている現代置き換えて80年前の状況を踏まえて考えていくとやはり、えー、平和的解決を目指していくためそのためには理性的な外交日本が旗振り役を務めるべきと、えー、この話を踏まえるとですね あの、安易に外交的ボイコット、えー、人権問題、えー、厳しいから、そうだそうだと、えー、日本も外交的ボイコットすべきだと、安易に、えー、そっちの方向に進むべきではないなというふうに私自身、やはり改めて強く思うところです。えー、読売新聞、放送外資規制、公平で透明な仕組みを整えよう。東北新社をめぐっては、総務省幹部への過剰接待も問題になった。従来の制度の不透明さがその一因になったと言え、 えー、関東民の癒着を廃する意味でも、公正な仕組みづくりが不可欠となる。最後、日経新聞。有罪ありきの数値意思裁判。えー、これね、昨日私、丸一で取り上げた話なんですが、この日経新聞の最後の締めくくりがですね、私が言ってることと一緒で、なんか、こう、個人でね、こういう新聞解説やってる中で、ほら、大新聞社も、俺と同じこと言ってるぜっていうのはね、ちょっとなんかこう、気持ち上がりますよね。えー、国軍は、 東南アジア諸国連合などの会議から締め出され、国際的に孤立が深まっている。そうした局面を打開するためにも、まずは、えー、東南アジア諸国連合 ASEAN が求める特使と数値知らの面会を認め、台湾の道を探るべきだということで、昨日僕がね、言った通りの論の展開を日経新聞もやっているということで、えー、僕の新聞解説長ら議けも、まあやっぱり捨てたもんじゃないなということを非常に強く思いますね。はい。 えね、本日も皆さん、えー、新聞解説ながら聞きをお聞きいただきありがとうございます。 えー、昨日ですね、あのー、嬉しいお便りがね、えー、なんつうのも届いたんですけれども、あのー、その中でですね、あのー、出産の場でもですね、あの、新聞解説ながら聞,き聞いてました、みたいな、えー、こういったメッセージとか受けて、いや、そんななんか恐縮ですっていう感じなんですけれども、えー、なんかあの、僕のね、目の手術について、なんかあの気にされてる方がいらっしゃるので、あのー、お伝えしておくと、あれ、単なるレーシックみたいな、あの、視力回復手術でしかないので、別に、 目があ悪い目。目は悪いんですけどね。視力が悪い。ですが、眼球に問題があるっていうわけじゃなくて、ただ目が悪いっていうのを、えー、視力回復手術受けて、えー、視力をですね、えー、0.1なかった0.08とか0.09、えー、で、えー、乱視もきついというところからですね、あの1.5、1.2とか1.5まで。 え、視力が回復したという。言ったらそれだけの手術で。で、まぁ、あ、手術直後はですね、目やっぱ眼球いじってるんで、ちょっと目の見具合、見え具合が悪かったりとか、えー、ちょっと腫れぼったさを目に、えー、疲れが感じるっていう状態があったっていうだけで、えー、全然、あの、術後何の問題もなく、今はですね、えー、免許の更新も行きまして、えー、こうね、あの、あの、 メガネ等っていうのが取れた状態になっておりますし、車の運転も余裕でできてますし、この新聞解説ながら聞きも余裕でできておりますので、ご安心ください。ということで、引き続きね、皆様からのお便り、いつでもお待ちしておりますので、ぜひ概要欄、こちらの Google フォームのリンクから飛んで、ぜひ皆さんのいろんなメッセージ、コメントをお寄せいただけたらなと思います。そして、 えー、来週12月14日火曜日にですね、えー、オンライン講演会ということをやらせていただきます、えー。会費1000円となっておりますけれども、ぜひぜひ皆さん、あ入ってきていただければと思いますし、えー、1000円でね、購入してくれ、くださった方には、後日、アーカイブ、当日のアーカイブ動画、こちらを録画したもの、収録したものについて、えー、ご提供を合わせてしていこうと思いますので、えー、リアルタイムで聞けないよという方もですね、ぜひぜひ、いい購入していただければなと。 思っております。はい。え、やっぱりね、まだ、寒い日、体が慣れませんと。これから冬至に向かってますます日中の日照時間減っていくよと。 えー、今日東京地方はですね、雨、えー、模様となっております。えー、なかなか朝、布団から出て、えー、会社に行ったりとかですね、学校に行ったりとか、あそういったのが苦しい日、えー、なんかね、起きたくないなっていう日が続いていると思います。えー、休むべき時には休む。何も悪いことじゃありません。えー、それでもしかししながらあー、人間はってでも起きていかなきゃいけない。そんな日もあると思います。えー、そんな人たちにね、僕のこの言葉が届けばなと思います。 それでは、皆さん、今日も元気に、いってらっしゃい